17年間にわたって健康教室を開催しているクリニックがあります。市民に正しい医療知識を伝えることで健康寿命を伸ばす取り組みを続けている男性医師をご紹介します。グッドラックストーリー。盛岡市にある大通り蒲田内科クリニックの蒲田淳也院長は、開業以来17年間にわたり毎月健康教室を開催し、昨年8月で200回目を迎えました。どんなきっかけで始められたんですか？診療時間内に患者さんを見ることだけではまあ済まないことが多いだろうという想像で、まあ、診療時間以外に集団的な指導としてやる舞台があってもいいんじゃないかと。僕の味は開業医のなんだけど、うちの父親もまあそれは面白いことだなって言って、まあ、バックアップしてもらって、集団指導の場にお前はふさわしいと、世界でお前しかできないとおだてられていました。取り上げるテーマは生活習慣病やがん治療、歯や目の病気、睡眠や食事など幅広く、蒲田院長自ら講師を務めるほか、各分野の専門家を招き分かりやすく語りかけます。この日は予防医学協会の竹内健一医師を招いての教室。250人を超える参加者が目指せ100歳をテーマにした講義に聞き入りました。特に先生らはこう情熱がやっぱりこう支えているのかなと思いましてね。なかなかこういう会にこんなにいっぱい集まってくださることないような気がします。たくさんの方が集まっているというのは、まあ、先生のお人柄かなと思いますけどね。健康教室のほか、ラジオや新聞でも情報発信を続ける蒲田院長。多くの人に正しい医療知識を身につけてほしいと願っています。今はもうね、盛り上がる気持ちは多分こういう市民公開講座、健康講座にあると思うし、参考にさせてほしいという問い合わせがいくつかあるんです。そういう意味では間違ったことはしてなかったかなと思ってましたけど、まあ、今までやってきたことを維持して、医療人として免許をいただいて働かせていただけてる幸せはもう死ぬまで何とか元気でやると思っています。患者に身近な存在でありたい。一人の町医者の挑戦は続きます。大通り健康教室でお会いしましょう。グッドラック。快適な時間を過ごしてもらえるよう明るく笑顔で頑張ります。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。